こんばんばは、えー、皆様お疲れ様でございます今日も、えー、靴の話をですねのんびりしていこうと思うんですけれども今日は、えー、とコメントを頂きまして U チップをちょっと並べて撮ってみてほしいというふうな、えー、コメントを頂きましてちょうどですね、あのー、以前ストレートチップを並べた動画を撮ったことがあったんですけどそういった形で、えー、とセミブログ 並並並べべべとととかかかかクォータータブブログ並べとかフルブロググフルやっってみたかったんですよねなので、えっと、ちょうどいい機会に y o u t b e をっていうふうにコメントいただいたのでですね、えー、今回 y o u t b e を並べて喋っていこうかなというふうに思いますえっとちょっとスペースが足りなくて右足しか持ってきてないですけれどもこれがゴルフウエストンジェームウエストンゴルフの641のこれは えっと、ミッドナイトエディションが2017年ですかね発売されたんですけれどもその時に、えっと、私のサイズがもう売れてしまっていてですね、えっと、私の初めてのウエストンなんですけど初めて1足目のウエストンなんですけどもう当時社会人多分まだそんな年次行ってなかったんですけどあの冬のボーナス握りしめて青山店に行ってサイズがないと言われて。 こうがっくり肩を落としていたら、あのー、青山の店員さんからですねもうせっかくなのでオーダーされませんかっていうふうに、えー、言っていただいてオーダーしたのがこの「ゴルフ641」になりますねいやあのー、2017年からだからもう7年ぐらい履いておるんですけれどもまだソール1回も交換しておりません 結構履いたんですけどね、まだまだ、えー、とウェルトにも届いてない、この合体、今オールテナーソールって、昔はリジュエイって言いましたけどね、ソールが残っているような靴になります。で、お隣がエッシュンですね。エッシュン、あんまり国内で取り扱いないですね。えー、とトレーディングポストさん以外で私はあまり見たことがないですが、なんというかすごくお上品で丁寧な作りの靴なんですよね。こう今ままであまり 見たことも触ったことも履いたこともないような革でえっとで悪い意味じゃなくてすごく細かくてじんわりといいシワが入るんですよねあのその革の雰囲気がすごくいいなと思って,、えー、なんてカーフなんですけどちょっとしぼっぽい表情もあってすごく気に入っておりまして、えー、これはトレーディングポストさんで購入したものですねで、えー、ちょっと移動させましょうかね えっとこれが田中実家店さんで購入した TLB になります。TLB、ちょっとうは裏がちょっと汚いですけどね。えっと、TLB で、えー、田中実家店さんもてんで、この、えっと、ここがですね、こう、シャドウステッチっていうんですか、これ、こう、近づけてみる,でみると、これ、縫い合わされてないんですよね。革のの内側をたただ装飾のために ステッチをかけたっっってていいうちょっと贅沢なな仕様になっていますそれにハッチグレインのコンビを組み合わせたっていう靴になっておりますね、えー、これもですねあのニューチップあユーチップの話は、まあ、全体感を後で言うとしてすごくもう本当に靴のスニーカーみたいに使えるぐらいすごく履きなじみからこのハッチグレインのなじみがよくて、えー、結構旅行とかの時でも履きやすいような靴ですね でお隣が、えー、スコッチグレインの、えー、ショップエディションっていう企画がたまに最近あんまり見ないですけど、あのー、あった時に、えー、と銀座エディションっていうのがあってですねこのアノネーのシボと、えー、このカーフスムースレザーを組み合わせたモデルをいろんな店舗でやっておられて。 迷ったんですけどねいろんな店舗の、えー、上野か空町かのフルブログだったかなもうすごく素敵であで、のー、それも買おうかなと思ってたんですけどこう銀座モデルは相当いいモデルが来るに違いないと思って、あのー、まだかまだかと待ってオープンされたのがこの靴でもう私のなんていうか金銭に触れましてですね、あのー、発売日に銀座までダッシュしてですね買いに行った思い出がある靴ですね。このシボ ス、えー、スムースのコンビの靴になるんですけどこれもすごくあのスリーアイレットでなんかあるようでないデザインなんですよねここの切り返しとかもすごく綺麗で、えー、この塔の形もラウンドでねあのすごくすっきりした靴でこう素材感がカジュアルでありながらもこの木型とかシルエットはすごくドレスな感じの靴ですごく。 あの私は気に入って履いている靴ですね。最近でもちょっと、どんくらいだろう、3、4ヶ月履いてないけどそろそろ履いてあげないといかんなと、今、出してきて思いましたね。はい、そんな靴たちでございます。えー、もう一回並べると、えー、ウエストン、TLB、違う、ウエストン、エッシュ TLB、スコッチグレー なりますね、で、えっと、今も買えるのは、このウエストンと、ウエストンはこれ、オーダーになりますけど、えーまあ、同じ素材で作ろうと思ったらで、普通に売ってますんで、田中実家店さんのは、もう多分売り切れてたと思いますね、多分えっ、ー、と、同じ外バネの U チップはあるんですけど、素材が違ったり、ここのステッチの感じがちょっと違ったりっていう靴になってたかなと。でエシンンは本当に見ないですねトトレーディングポストさん でスコッチグレインはこのモデルはもう売ってないですね前に1回だけアウトレットでよく似た形のブラウンのを見たことがありますねでもそれもアウトレットモデルなのでスコッチグレインのアウトレットモデルって私店員さんに聞いたことがあるんですけどあのその時入ってきた素材とかでその素材によってこの素材だったらこの靴がいいんじゃ この靴がいいいんじゃないかみたいな感じで結構試験的に作っておられる部分も多いみたいでこういつでもそのモデルが店頭にあるとは限らないんですよねだからあのスコッッチグレレインさんんののアウトレットってもすすごく楽しいんですよねやっぱりその正規店に行くと割とそのドレスよりスーツに合わせるようなビジネスシューズっていう香りの靴がいっぱいあるんですけどアウトレットはそのカジュアル寄りの靴とか素材遊びが面白かったりとか。 あのー、もう本当にウキウキしてしまうなあの一通りスコッチグレイン私一時期スコッチグレインが大好きで一番持ってた時で十何足持ってたんですけど、あのー、今はもう厳選してあの人にあげてしまったりとかですね、あのー、売却してしまったりもあるんですけどあの当時もうなのでそれぐらい持ってたので店舗に正規店に行っても全部知ってるんですよねあこれも知ってるあれも知ってるあこれもあのモデルだなって分かってたんですけど あのアウトレットに行くとそういったものがないのでものすごくあのワクワクしながら店内を今でもですね見て回ってたりいたしますねっていうスコッチグレインのこの U チップっていうのはすごく素敵だなと私は思いますねで TLB のこのハッチグレインも,もうこのまずハッチグレインのこの素材感っていうのがすごく素敵に見えてですねあのー、もう一目惚れ でハッチグレイン脂肪側って結構脂肪をこう脂肪の素材感をこう大事にするために磨かなかったりしてもかっこいいんですけどこの靴についてはラストなんだったっけなハワードっていうラストだったと思うんですけど確かあのラウンドですごい綺麗な着方をしているので磨いてもすごくその鏡面が映えてですねあの美しい靴だと。 思いますね、エッシュンはこれは買った時にも「表面なんか線でエとちゃいますか?」っていうふうに言われましてですね確かにこれはいらんかなと思って鏡面してなかったんですけど最近ちょっと興味本位で、えー、鏡面したいなと思ったりなんかしてますねもともとマウンテンブーツとかを作ってたメーカーさんらしくてすごい作りはしっかりしてるんですよねソールも結構こんな分厚い感じのソールなんですけど 結構カジュアルに見えて履いてみるとこうスーツとかにも割とスッと馴染んでくれるような靴でゴルフはもう言わずもがなですねなんか私が今更もうネットを調べればいろんな記事が出てくるので私が今更しゃべることがないんですけどあのー、まあジャーナリストシューズというふうに言われて、まあ、丈夫で長く履ける堅牢な作りっていうのが。 魅力な靴ではありますねスーツもそのなんて言うんでしょうね普段使いそ外に履いていくとかですねその大事な商談の時に履いていくにはどうかなっていうふうな印象を持ってますねというのもこう U チーブってやっぱりこの外バネがまあし一般的。 ななデザインなんですけどこのもか縫いのところでだいぶ表情が変わると思っていてこのゴルフのもか縫いって結構このそこう拝,み拝みになってるのでこう外に結構出てきてますよねこの縫い目というのがでこれって結構カジュアル度が際立つなと思っていてこのエシュンとか TLB みたいにこう縫い込んであるその皮がこう外側にこう立っていないデザインっていうんですかね っていうのがすごく、あのー、こういうデザインだとスーツとかにもすごく合いやすいと思うんですけど、あのー、こっちにこういうデザインになるとやっぱりちょっとカジュアルオになりますよねでも、あのー、ゴルフは不思議なことにやっぱこの木型が優秀だと思うんですけどね、あのー、ものすごく美しいこう普遍的なバランスを持っていてすごくエレガントに見えるんですよね履いていると。こう こうやって見て見いいるだけでは分からない履いてみて街中に出てこうショーウィンドウとかに映った足元を見てあこの靴美しいなって思うシルエットなんですよねなので、あのー、こちょっとカジュアル目には見えるもののスーツを履いてもあースーツに合わせてもそんなに浮かないかなっていうふうに私は思っておりますですね どれもすすごくい,い靴ですもうあのー、どれがいいとかじゃなくてもう全部いくつだと思っております私はですねでゴルフはやっぱりジェーム・ウェストン買うってなったらまずゴルフか180のシグネチャーローファーかってなると思うんですけどやっぱりローファーは紐で調節できない分結構サイズ感が難しいでその点外はねってサイズ感が割と調節しやすいのでとはいえもう初めて履き下ろした時って ひもで調節してもちょっとあのきついなと思って緩めても本当に骨が変形するんじゃないかっていうぐらい痛かったんですけどあのとはいえ大丈夫ですねあの180ほど痛くはなかったっていう感じですで TLB TL とかこのエシュンまあエシュンからいきましょうかエシュンはフランスのブランドですけれどエシュンもすごく素材感としては、えー 柔らかくて何なんでしょうねこれマロカーフっぽいん私のマロカーフじゃないんですけど私の中ではちょっとマロカーフっぽいなっていうイメージを持っていますねで TLB のこのハッチグレインあのこれはもうハッチグレインはそもそもがその油分をたくさん含んでいてこう屈曲しやすいっていうところもあってすごくあの履きなじみがいいでえっとスコッチグレインのこれこの屈曲する部分はあの カーフなんでねで、えっと、やっぱスコッチグレーの靴って初め硬いんですよ硬いんですけどこう履きなじんでいくごとにこの足に馴染んでくる感じがすごく心地がよくてでシルエットはもしかしたらこの4足の中で一番シャープかもしれないですよねこの靴がでもすごくあのさすがにちょっとスーツにこの素材異素材でこの色は履かないんですけどあのー 足元をすごくシャープに全体すごくあの全体の服装オーバーシルエットのものを着ていてもこの靴を足元に合わせるとすごく足元が綺麗にまとまってくれるかなっていうふうに思ってですね服装を合わせるときはそんなことを考えて履いていたりしますでこう4足見ていただいて分かるようにすごく素材使いをどういうふうにしても楽しい靴こういうふうにカーフとグレインで、えー、全部ハッチグレインそうハッチグレイン で、全部カーフでスウェードとカーフっていうふうに組み合わせてもすごく楽しい靴なんですよねなのでこの内バネのドレスシューズってこう異素材コンビってものすごく難しいと思うんですよね異素材でコンビでやろうとするとあのどうしてもあの例えばストレートチップの塔の部分をカーフにしてで他のどこか一部分をスウェードにして ステファノ・ベーメルドがすごくそれで美しい靴を作っておられるんですけどあの何でもかんでもどんなデザインでもできるかっていうとそうはいかないんですよねやっぱり単色のあの内羽根の靴っていうのはあの単色というか単一の素材で作った方が綺麗に見える傾向にあるなっていうふうに個人的には思うんですねなんですけどあのこの U チップに関しては あの素材使いをこう異素材を組み合わせてもあの全部単一の素材でもですねすごくあの表情がそれぞれに個性が出て美しい靴に仕上がっている靴が多いなっていうふうに靴屋さんを見ていても思いますだからあのデザインですごく遊んでる靴って U チップのデザインが多いイメージなんですね私の中ではあの異素材組み合わせてもあまりそんなに違和感がないというかですね あのそんなイメージを持っています y o U t u b e 今回、あのー、こうコメントいただいてあの今の今喋らせていただいてるんですけどこう喋りながら自分の中でも発見があったりしますねそんな異素材のコンビでもそのコンビの,あの素材の使い方とかですねあのすごく何と言いましょう自由度の高い靴というかコーディネートもその素材使いも含めこうやっぱり喋って でります、ね、いやありがとうございます、まあ、あのなので靴を選ばれる際はあのどういうシーンで履くかっていうのをまずどういうシーンで履いていで普段の自分の服装がどうかっていうところから選んでいただければと思うんですけどその上でよしこのデザインにしようって思われた際はそういう風な観点であの見ていただくとあの靴も選びやすくなるんじゃないかなと個人的には思ったり。 何回いたしますはい、えー、そんな感じでですね今日はあの私が持っておりますあのこれ全部じゃないんですけど y o u t ップですねちょっと今パッと目につくものをパッと持ってきてコメントで頂いただいてものとパッと目につくものを持ってきたんですけどあの非常にいい靴が y o u t ップは多いかなと各あのブランドさんでですね名作と言われる靴が多いところにもなると思うので是非是非ご興味 モテれた方は YouTube 選ばれる際にはご参考になるしていただければなというふうに思います。はい、えー、それでは、えー、今日はこの辺でですね、終わりにしたいかなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。